清原和博と松井秀喜、共に高校時代から別格の存在であり、プロ入り後もプロ野球界を盛り上げ続けた球史に名を残す強打者です。清原は、松井以上のパワーヒッターはどこにもいなかったといえば、松井は、清原さんは天才だねと、二人は選手として互いの力量を認め合っています。しかし、二人の野球に対する考え方は対極で、チームメイトだった巨人時代には不仲説が流れるほどでした。両雄の相反する個性と関係性に迫っていきます。共通点。入学直後から不動の4番に君臨し、1年生の夏に4番打者として甲子園に出場したばかりでなく、全国制覇も成し遂げてみせたのが PL 学園時代の清原でした。甲子園での通算13本塁打は不滅の記録といえます。同じく松井も、星稜高校に入学してすぐに圧倒的な打撃で1年生ながら4番の座を射止め、当時は北陸の怪童と呼ばれていました。初の甲子園で敗退が決まった後に、甲子園は思ったより狭かった、またきっと来ますと語った松井は、どんどん凄みを増していき、ニックネームも北陸の怪童から怪獣、そしてゴジラへとスケールアップしていきました。高校最後の夏に5打席連続敬遠された記録も不滅の記録と言えるでしょう。2人の共通点の一つは、高校時代にすでに異次元の存在であり、不滅の記録と記憶を残していることにあります。そして清原はプロ入りを志望し、巨人への入団を熱望します。 PL 学園の盟友桑田真澄は早稲田大学への進学を希望していると見られていました。しかし1986年11月のドラフト会議で、巨人は桑田を1位で単独指名して交渉権を獲得しました。清原には6球団が1位指名で競合し、抽選の結果西武が交渉権を得ましたが、巨人からの指名を希望していた清原はドラフト後の会見で涙を流したのでした。そんな清原以来と騒がれたのが松井のプロ入りでした。松井の運命はドラフト前の1992年10月12日に、長嶋茂雄氏が巨人監督に復帰したことから始まったといえます。長嶋は復帰就任会見にて松井について、魅力を感じています、しばらくぶりに打者として対戦する能力を持っていると心打つものを感じました、ご縁があれば育てたい、指導したいと思っていますと熱烈ラブコールを送ったのです。ドラフト前の就任会見で異例の1位指名公言でした。巨人、阪神、ダイエー、中日の4球団が松井に1位入札、そして長嶋が松井を引き当てます。4限目の授業が終わり、会見に臨んだ松井は、自分は阪神に行きたかったけど、富士ですから阪神ファンでしたから巨人は憎かったと話し、報道陣をざわつかせましたが、でもあの人は特別、嫌いという人はいないでしょう、僕のイメージも変わりましたと腹の内では巨人入団を決めていることを明かしました。清原と松井のもう一つの共通点とは、お互い意中の球団に入団できなかったことです。松井は入団直後から高校で守っていた三塁から外野へとコンバートされます。その理由を長嶋は、100m11秒台の俊足を生かしたいと説明しましたが、11秒なんか出したことないんですけどねと松井は苦笑い。こんな長嶋と松井のやり取りが、羨ましかったと清原は現役引退後に語っています。対照的な進化。プロ入り後の清原は高卒1年目の1986年に打率3割4厘31本塁打78打点を記録。一方の松井は高卒1年目の1993年の成績は打率2割2分3厘11本塁打27打点でした。プロ野球において打者は投手に比べて経験がものを言う傾向が強いと言われています。松井の成績は高卒ルーキーとしての本塁打数はセリーグ最多であり、立派な数字です。しかし高卒1年目でプロ野球の環境に適応し、黄金期の西武でスタメンに定着し、これだけの成績を残した清原の成績がずば抜けているので、松井の成績が物足りなく感じてしまうのです。この清原の高卒1年目の成績はこれからも金字塔として、今後出てくる高校生スラッガーたちにも高い壁として君臨し続けることになるでしょう。
そして1987年11月1日、西武球場で行われた日本シリーズ第6戦、9回表、巨人2アウトの直後、清原は一塁の守備についていた時、突然涙があふれ、肩を震わせます。西武優勝の瞬間、清原の涙は号泣に変わっていました。試合後に清原は、巨人を倒して日本一となるのがプロ入りの目標でしたと語りました。高卒1年目の成績は清原の圧勝でしたが、松井は長嶋が掲げた4番千日計画により着実に成長していき、毎年成績を上げていきました。首位との最大 11.5 ゲーム差を逆転しリーグ制覇した1996年、松井は4番も経験し、打率3割1分4厘38本塁打99打点と全てキャリアハイの成績を収め、セ・リーグ MVP に輝きました。長嶋と二人三脚で歩んできた4番千日計画が実った瞬間でもありました。年俸も1億円の大台に突入し、球界を代表するスラッガーに成長したこの年のオフ、清原が FA で巨人にやってくることになります。西武で毎年安定した成績を残していた清原でしたが、高卒1年目の成績を大きく上回るシーズンはありませんでした。このことについて清原ははっきりとは明言していませんが、ハングリー精神の欠如によるところが大きいと自助の中で記しています。ドラフト時の昇進の彼を西武は大切に扱ってくれたことは感謝しているが、それがぬるま湯に浸かっている状態を生み出し、上昇軍団とはいえ西武は巨人に比べれば不人気球団であり、お山の大将にも等しい立場ではハングリー精神が薄れてしまうということでした。高卒1年目の成績から鑑みて、どこまで成績が伸びていくかが規定路線と見られていましたが、清原が一度もシーズン40本塁打の壁を超えられそうで超えられなかったことの原因が垣間見えます。それが高校時代に同じ怪物と呼ばれ希望球団に入団できなかったことを共通点としながらも、後に何回も本塁打王になりシーズン50本塁打を達成した松井との差なのかもしれません。清原自身も皮膚感覚でそのことに気がつき FA 宣言することで、野球選手としてより高いレベルで成長したいと考えていたのでしょう。2人の葛藤。僕はウサギみたいな野球人生を送っていて、松井に負けることはないなと思っていたんですねと清原が回想するように、上昇西武を築いた4番打者とようやく主軸に定着したばかりの22歳では歴然とした格の差があったのも事実でした。1997年シーズンは清原が4番打者となり、松井は3番を打ちました。しかし2人の力関係は少しずつ変化していきます。清原は自分の前を打つバッターのスイングが日に日に鋭くなっていくのを目の当たりにし、松井の凄みを体感していきます。迎えた2000年、長嶋は満を持して松井を開幕4番に指名。そして松井はその期待に応え、三冠王にも迫る勢いで打ちまくり、長嶋にとっての最後の優勝、日本一の立役者となります。気づけば松井の成長に清原は自身の存在を脅かされていることに気がつきます。そして2001年シーズン、甲子園球場での阪神戦、清原は長嶋から送りバントを命じられました。清原はサインを実行、犠牲フライを決めたのは新人時代以来でした。当時のことについて清原は、コーチやチームメイトから拍手されたが、腹渡が煮えくり返っていた。試合に勝っても心は晴れなかったと語っています。すると翌朝、ホテルの部屋に電話がかかってきました。寝ぼけ眼をこすりながら受話器を上げると、声の主は長嶋でした。清原、ナイスバント、ナイスバントだよと長嶋は弾むような声でそう言って電話を切りました。清原は、むしゃくしゃしていたことなんてどうでもよくなって笑えてきたと当時を回想しています。同時に清原は、ああ、この人にはどうやってもかなわないんだと感じ、巨人ではスターになれないことを悟り、巨人のスターは長嶋から直接濃密な指導を受けた松井なのだということを自覚したのでした。清原は引退後に松井についてこのように話しています。松井はチャンスでも淡々と初球を見逃す。俺にはああいうことはできなかった。4番が初球をガーンと振ればベンチもよし行ったろう
って盛り上がるもんだと俺は考えていたけど、松井は違った。松井はたとえ10点差でリードしていても、同点の9回裏ツーアウト満塁でもほとんど同じように打席に立ち、変わらぬスイングができました。対する清原は何は武士的打者であり、スタジアムの雰囲気や観衆の視線によって血をたぎらせて打席に立つタイプであり、2人は対極にいました。一瞬も日常も同じように生きることのできる松井が多くのタイトルを獲得し、清原がタイトルに縁がなかったこともこの打者としての性質の違いが関係していると言えるでしょう。清原は長嶋や松井のような振る舞いはできず、巨人軍の象徴にはなれませんでした。そしてこの頃から清原は球界の番長、清原軍団などマスコミにヒール役として扱われていくようになります。清原と松井には距離感が生まれ、肌が合わないことから不仲説も流れていくようになります。ベンチでは決して横に座らず、一緒に食事に出かけるようなこともありませんでした。あいつ暗いな、変わっとるわと清原が言うと、松井はどうせ一緒に飲み行っても車と女の話ばかりでしょと周囲に漏らしていました。選手として互いの力量は認めていても、野球に対する考え方で根本的に合わない部分があり、他の選手は清原になびき、松井はチーム内で少し浮いた存在になっていきました。そして2001年シーズンを最後に長嶋が退任すると、松井はチームで孤立していきます。2002年シーズン、松井がメジャー挑戦に向けて葛藤をしていても、松井は自分からは切り出しませんでしたし、誰からもアドバイスもされませんでした。2002年の日本シリーズ最終戦の翌日、松井は仲の良い記者にこのような話をしています。シリーズ中も僕を引き止めようとする選手はいなかった。そんなことを思っている選手うちにはいませんよ。不仲ではあった2人でしたが、松井がメジャーに挑戦した直後にゴロキングなど現地のマスコミに揶揄されると、清原は腹が立つ、松井が打席に立つと力が入ると語っています。また2006年シーズンの交流戦、清原は当時オリックスに所属していました。横浜戦、3対6とオリックス3点ビハインドで迎えた9回裏、ワンアウト満塁で打席に入ったのは清原でした。カウントワンボールワンストライクからの3球目、クルーン投手が投じた152キロのストレートをフルスイング、打球は右翼席へ消える逆転サヨナラ満塁弾となりました。この一発を松井は米国で日本人記者に映像を見せられ、このボールをライトに、天才だね、野球に関してはねと称賛しています。2人は相反する個性を持ちながら、清原は松井の努力する才能を認め、松井は清原の天才的な打撃センスを認めていました。清原は松井の現役引退時に、現役時代フリー打撃を並んで打つのが好きだった、松井と俺のフリー打撃を超えるコンビは見当たらないと語りました。対する松井は清原の引退時に、うん、やっぱりね、6年間一緒に戦いましたから寂しいですね、すごい打者でした、お疲れ様でしたと語り、引退後は一緒にお酒は飲まれますかとの問いに、いや、それはね、遠慮しておきますと報道陣を笑わせました。最後までご覧いただきありがとうございました。今後もプロ野球の動画をどんどん出していきますので、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。